ロレックス、バブルバッグ、REF3131、14KPG、金木ケース、オールアラビアインデックス、アイボリーダイヤル。1946から1955年製造。世界で初めて完成された自動巻き機構を搭載し、アンティークロレックスの代表として位置づけられるバブルバッグ。アンティークを極めし者はバブルバッグへ行き着くと言われるほど、アンティークウォッチの深淵に位置づけられるモデルです。程よく膨らんだケースバッグ、さまざまなバリエーションを持つダイヤルやハンドなど、古き時代を感じさせる風格をまとったバブルバッグは、多くのファンに愛されている不朽の名作。半世紀の時を経てよみがえるザ・ヴィンテージと呼べるモデルです。このモデルは1946年から1955年にかけて製造されたバブルバッグの最終型モデル。バブルバッグのオイスターパーペチュアルとしては6度目の改良となる最終型ムーブメント NA934 ハンターを搭載しています。それまでの834ハンターのモデルよりも大型化したため、テンプも大きくなり、精度が格段に向上した完成度の高いムーブメントです。それゆえ、この最終型モデルが最もバブルバッグと呼ぶにふさわしいフォルムを描き出しているとさえ言われています。ダイヤルはマットアイボリー、インデックスはオールアラビアのアプライトインデックス、細身のゴールドハンドとのコンビネーションです。リューズはロレックスプラスオイスターのゴールドリューズ。この当時にのみ使用されていたヴィンテージのスモールクラウンです。さまざまなデザインの変遷があったこの時代特有のリューズとなります。こうしたディティールを楽しめるのもバブルバッグを置いて他にはないでしょう。ベルト、尾錠は社外製です。現存する個体数は少ない雰囲気のある時計です。商談やデートなどここ一番の大切なシーンで大人のダンディズムを演出してくれることと思います。コンディション、ローターの巻き上げ感も非常に軽快で、精度も問題ありません。バブルバッグは巻き上げ効率が悪く、ローターのガタついているものをよく見かけますが、こちらは非常に軽快な動きをしています。ダイヤルは全体的に薄いくすみ感がありますが、目立つシミなどなく、程よいヴィンテージ感があります。ケースは軽い痩せ程度です。風貌は特に目につく傷などありません。装着のベルト、尾錠は社外品です。付属品はありません。日差はタイムグラファー計測でプラスマイナス60秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は 17mm、 ケース径は約 32mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 39mm、厚さ約 12mm、 総重量 42g です。時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、
ぜひご覧ください。また、お気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。